ナンバーアンダーラインアイ×リーズ×ウェイブイと突っ込まれるウェイブイテンの5カ国語に平野翔耶大慌て。ウェイブイテンリーズアントンナンバーアンダーラインアイガンユータ。さまざまな言語でコミュニケーション。2 0 2 4 0 8 2 2ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイリーズ、ライズウェイブイウェイ,ブイウィンウィン、ウィンは欠席が、8月22日放送の音楽特番。 n h k ミージックエキスポ o 2 0 2 4 n h k 総合夜10時から2出演 WayV のテン,テンが5カ国語の言語を披露した8月10日収録現場潜入レポ日本韓国中国ボーイズグループが豪華コラボ WayV10 リーズアントンナンバーアンダーラインアイガンユータさまざまな言語でコミュニケーション中国語韓国語英語日本語タイ語の5カ国語が話せるという点 MC の南海キャンディーズ山里亮太が覚えるコツを聞くと、方法はないです。毎日毎日一生懸命勉強するだけですと真面目な一面が見える回答が返ってきたため、山里は、何かずるしようとしてすみませんでしたと謝罪し、笑いを誘った。さらに天が5カ国語の挨拶を披露するも、5カ国語全部終わったかどうか分からず少し沈黙に包まれてしまい、ナンバーアンダーライン愛の平野翔が、 多分全部綺麗におっしゃったんですけど理解ができていない、と慌てる場面もあった。また、英語を勉強中だという岸優太はアメリカ生まれのアントン、アントンと英語で会話することに、ナンバーアンダーライン愛の楽曲、INZM はどういう意味が込められていますか、という質問に、岸は最初、INZM means lightning in Japanese,It's a hip hop tune with powerful guitar riffs, と流暢な英語で答えていたが、 僕たちもフェイバリットな超ベリーグッドなと日本語を交えて話し始めてしまい、神宮寺雄太から、最後なんか聞いたことある単語が、山里から、発音の良い日本語が聞こえてきたと突っ込まれていた。ナンンバーアンダーアダライン i i i z e a v 圧巻パフォーマンス。1日目のトップバッターとラストを飾ったナンンバーアンダーアダライン i 強盗で成りとまない歓声とともにステージに飛び出した3人は、時に目を合わせ笑い。 時に迫力を感じる表情と、動きで圧巻のオーラと結束力を見せたさらに、神宮寺がロックの要素がだいぶ詰まっていてこれまでナンバーアンダーライン愛が挑戦したことのない楽曲と見どころを語った。INZM は、ゴートなどの要素も入った振り付けや中盤でガラリと印象を変えるリズムなど遊び心あふれる楽曲で、3人は自由自在に音楽を楽しみ、観客を虜りこにしていた。 リーズは揃いの白 T シャツと黒のパンツといったタイトでシンプルな衣装でスタイルの良さを際立たせた。アンプやベースなどが音に合わせて輝くスクリーンをバックに、ブームブームベースを披露。エンディング要請にはアントンと翔太郎、翔太郎が選ばれ、どちらもハートマークやピースで愛嬌たっぷりな姿も見せていた。ウェーブイは縦一列のフォーメーションからスタートする、ギブ・ミー・ザットで期待感たっぷり。 メンバーの余裕の笑みからは大人の色気も感じられたが、エンディング要請に選ばれたヤンヤン、ヤンギャンとシャオジュン、キアオジャンのキュートさでギャップに翻弄されるばかりだ。山里もリーズ、ウェーブイと続いたパフォーマンス後、ずるいよね。あんなかっこいいパフォーマンスした後ちょっとキュートなのやられたら好きになっちゃうって、とファンの心を代弁するかのようにコメントしていた。NHK ミュージックエキスポ2024 n h k ミュージックエキスポは2023年に第1回が放送され、グローバルアーティストの豪華共演が話題に。2年目の今回は会場を NHK101 スタジオから NHK ホルへと移し、収録は8月10日11日の2日間にわたって開催。国境を越えた注目アーティストが揃い、よりスケールアップしたライブを届ける。ナンンバーアンダーアダラインアイと AV とライズのコラボダンス最高でした。 岸くんの英語の発音が、めちゃくちゃうまくて驚いた。そのまま喋れそうだったけど、途中から笑いに持っていくのが岸くんだなと思わせてもらいました。海外のライブやこういう番組などを見て、新しい学校のリーダーズや XG などの日本人アーティストが海外で活躍してるのを見ると嬉しくなります。岸くんの英語は、心臓に悪い。かっこよすぎて、何言ってるかわからなかったです。あと、発音がめちゃくちゃいい。 キシ君は耳がいいから、リズム感もすごいしネイティブな発音までマスターしてしまう実力派。最後のオチもキシ君らしくて笑っちゃいました。ダンスコラボのボンも最高で、またコラボしてほしいなぁと思いました。キシ君の英語の発音が良すぎてかっこよかった。やばい。勉強してちゃんと自分のものにしていくキシ君ってほんと努力家で天才。ちゃんとオチまでつけられるあんなにかっこいいアーティスト、他にいない。 ますます好きになりました。番組の他のアーティストとの交流も面白かったな。楽しみにしてました。やっと見れた。ナンバーアンダーライン愛のファンですが、推し以外のいろんなアーティストさんを初めてじっくり見ました。めちゃくちゃレベル高いです。皆さんすごかった。ナンバーアンダーライン愛は、パフォーマンスはもちろんすごいがやはりバラエティ力も兼ね備えている。特に岸くん。 キシ君に振れば、必ずオチがある。それも受け狙いとかではなく。もう万人に愛されている理由わかりましたよね。さすがです。ナンバーアンダーライン愛かけるリーズかけるウェーブイの豪華コラボや日本初チッケム導入まで。XG テキストエンハイプンイリットルセラミー愛豪華共演にも注目。NHK ミュージックエキスポをみんなで見る会。国境を越えた音楽の祭典。 n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4潜入レポ天君の5カ国語に騎士君が英語で応戦。2024年8月、今年も NHK ホールに熱い音楽の風が吹き込んだ。そう、n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4が開催されたのだ。グローバルなアーティストたちが集結し、国境を越えた夢の共演が実現したこのステージ。今回は潜入レポーターとして、その熱狂と感動を皆さんにお届けしよう。 会場のボルテージはマックス。トップバッターナンバーアンダーライン I 鳥を飾る AV、そして初登場のリーズ。まず度肝を抜かれたのは、なんといっても出演アーティストたちの豪華絢爛さ。トップバッターを飾ったのは、言わずと知れた国民的アイドルグループナンバーアンダーライン愛だ。彼らの代表曲、GO トのイントロが流れ出した瞬間、会場のボルテージは最高潮。 キャーという黄色い歓声が NHK ホールを揺るがす。時々に小やかに目を合わせ、息の合ったパフォーマンスを見せる3人。その姿からは、揺るぎない絆と、彼らが作り出す唯一無二のオーラを感じた。一方、番組後半に登場したのは、圧倒的なパフォーマンス力で観客を魅了する a v 縦一列という斬新なフォーメーションで始まった、Give Me That は、 大人の色気を感じさせるクールなパフォーマンスだ。そして、初登場ながらも新人らしからぬ同踊り児としたステージを見せてくれたのは、期待の新セリーズ。彼らのデビュー曲、ブームブームベースは、アンプやベースの輝きと連動したスクリーン演出も相まって、会場を大いに盛り上げた。個性豊かなメンバーたちの魅力爆発。多言語トークに会場も大興奮。パフォーマンスはもちろんのこと。 トークパートで見せるアーティストたちの素顔も、この番組の見どころの一つと言えるだろう。特に印象的だったのは、語カ国語を操る AV の天君。MC の山里亮太さんに、語学を習得するコツは、と尋ねられると、毎日勉強するしかないです、と真面目な回答。そのギャップに、会場からは思わず笑いがこぼれていた。そして、ひときわ大きな歓声が上がったのは、 英語を勉強中だというナンバーアンダーライン愛の岸やさぶとくんと、アメリカ出身のリーズ・アントンくんの英会話。山里さんから、ナンバーアンダーライン愛の新曲、INZM に込められた思いは、と質問された岸くんは、INZM means lightning in japanese.It's a hip hop tune with powerful guitar r i f f s と流暢な英語で回答。会場からは、おーという簡単の声が。しかし、 その後は、僕たちもフェイバリットな、超ベリーグッドな、と日本語が混ざり始め、メンバーや山里さんからツッコミが。最後までお茶目な岸君らしい姿に、会場は温かい笑いに包まれた。NHK ミュージックエキスポが見せる、音楽の無限の可能性。NHK ミュージックエキスポは、単なる音楽番組ではない。それは、国境や言語、文化の壁を越えて、 音楽が持つ無限の可能性を私たちに示してくれる希望に満ちた祭典なのだ。番組の最後には出演者全員による圧巻のコラボステージも披露され会場の熱気は最高潮に。音楽を通して世界中の人々が笑顔でつながり心を通わせる。そんな未来を予感させる感動的なフィナーレだった。さて今年の NHK ミュージックエキスポーはいかがだっただろうか。 もし、あなたがこの番組を見ていなかったとしたら、それは本当にもったいない。来年は、ぜひあなたの目で、肌で、この感動を味わってほしい。そして、アーティストたちの熱いパフォーマンスと、音楽が持つ力を体感してみてはどうだろう。